我是镜子，那今天我们要继续玩我们的单杠浪法，对，单杠那么多音。那上一次我们玩到大神音死亡了，没错，大神音就要死亡了。那现在的话就是要进，刚好就是要进行探索的部分。首先呢，这有三个人，嘿，对，三个人，先不看那三个人，我们先看一下地图好了。那有时候他要调查的地方会显示感叹号。好的，他打脸了，没有没有，没有的没有的可以打，可以调查的，没有显示，打脸，这个打脸很棒，我对一点都不棒，烂透了，这是什么东西？原本是这样的吗？这还有一个东西，我好多东西可以调查的噻，先调查什么？当然，同学断气时维持着坐在椅子上的身体上椅子上身体前倾的。四，没记错的话，大神同学的尸体头部有遭受重击的痕迹，一般来说呢，应该就是致命伤了。可是照黑白熊档案所载，大神同学应该还吐血，确实嘴边也有可见的吐血痕迹。那么造成吐血的原因是什么？除了头部之外，没有外伤，这也是黑白熊档案写的，没有外伤。好，难道是被殴打后头部后吐血？不可能吧，死神。まあいいだろう。不过你的左眼点倒是挺有意思的，这一点不得不称赞你，有意思。当然的。很有意思啊，你不觉得吗？我不觉得有什么意思，可是令人在意。大神同学吐血的原因和他的死一定有关系，这是毋庸置疑的。本来就是毋庸置疑的，确定一下有没有不同的东西。好，没有不同的，那就调查一次就好。然后就走。上面有手印，咦，置物柜的门是开着的，而且置物柜内侧这是手印吧？拿起来。为什么这种地方会留下手印呢？置物柜内侧积了厚厚的尘埃，所以碰到的部分似乎因此留下了手印。而且这个手印看起来很新，应该是有人躲在置物柜中那时留下的手印吧？这样好，如此一来，凶手在密室被破坏之前都躲在什么东西？都躲在置物柜中了吗？然后当密室被破坏了，就混在人群中出现。很遗憾没有中弹。咦，为什么？你回想一下，在密室被破坏前，隔着玻璃窗。Oh my god！ 这个方位是什么意思？窥看娱乐事实的事。对了，那时候置物柜已经是打开的了。换句话说，密室被破坏之前，不可能有人躲在里面。嗯，这么说来，置物柜上的手印又代表什么意思？你在置物柜上的手印记录在手册中了。好，对，玻璃碎片。大神同学坐的椅子附近散落着玻璃碎片，红色的玻璃碎片，而且这是瓶子的刀口部分和瓶底部分吧？也就是说，这些玻璃碎片原本是瓶子。已将地板上的玻璃碎片记录在手册中了，可以进入元旦选单中确认。咦，玻璃碰碎片好像还掉了其他东西，一个手心大小的模型是黑白熊模型。你将掉落在地板上的模型记录在手册中了，可以进入元旦选单中确认。这个东西还是柜子上有四只红盆子排放着。哎，这原本是六瓶吧？而且这个空气大小很明显就是有六瓶啊，为什么？而且每个瓶子里都各有一具黑白熊模型。话说回来，这模型到底是怎么放到瓶子里的？这个就不要问了。这跟瓶中穿一样意思，对，和瓶中穿一样。咦，把帆船之类的小模型放进比船身小的瓶中之类的工艺品，你没看过吗？啊，应该有。也就是那东西的黑白熊版，黑白熊品。你将黑白熊瓶记录在手册中了，可以进入元旦选单中确认。虽然是一点一滴的看，但好像快拼凑出来了。摆放在柜子上的黑白熊瓶掉在地上的黑白熊瓶，原本应该是瓶子的红色玻璃碎片。换句话说，大熊同学是被人用黑白熊瓶殴打头部的吧？散落在地板上的碎片和黑白熊模型说明了这件事情，也就是说，可以推测凶器是黑白熊瓶。
好，有一个红色的 红色点点的白底 红点的东西，这好像是某种东西的包装纸。啊，那是草莓那同学，你知道？是的吧？因为那是我给他的，那个是糖果的包装纸。我被屠杀者刺伤的时候，阿姨不是很生气吗？所以为了让他镇定，天一离开保健室，我就给他了。草莓那同学给大正同学糖果。就是在宿舍仓库中找到糖果，我很喜欢吃这个，所以在进入仓库不久，我就把整箱搬回房间了。所以其他人是不可能拿到的。你就这么喜欢吃、啊、这味道，我也想让阿英吃，这么想着给了他的，他已经再也吃不到了呢，好可怜哦。嗨，没办法，怕你在外面，很可惜，因为今天会有那个，应该会有除夕的部分，那除夕不除夕呢？那个审判的部分吧，因为可是我好像有点不太舒服，所以我不确定能不能开那么久。你将红色点点的糖果记录在手册中了，可以进入元旦中确认，元旦中确认。哼，然后这边有一滩水。在收纳的杂之类的架子前有这血迹，应该是大圣同学的血吧？可是即使如此，还是有点怪，为什么会距离尸体这么远？你将杂志架前的血迹记录在手册中了，可以进入元旦选单中确认。杂志，这杂志架收了不同的杂志。诶，我以为那边会有东西耶，因为他在杂志架，我想说应该杂志架那边会有东西可以看，结果没想到没有。哇，这还有东西看啊！在娱乐室入口附近掉落着塑胶制的容器，为什么这个东西是放在玻璃碎片上的？似乎是蛋白粉的容器，但里面是空的。大鹏同学喝了这个吧？他经常在喝蛋白粉饮料，还说过蛋白粉治白血。当心，那是假的，我知道。不过这蛋白粉的容器上面贴着化学是 A2 的标签，这么说来大鹏同学说过吧？四楼的化学教室里有不错的蛋白粉，也就是说这蛋白粉是从化学教室拿来的。可是很奇怪，你哪里？这容器周围散落的浅蓝色玻璃碎片，那是我打破门上的玻璃窗碎片吧？是。这碎片不只是容器周围，好像还散落在容器下方，这又怎么呢？详细情况我也不清楚，但最好记住这件事情。我想这应该算是重要的线索，很重要啊！因为通常如果你打碎了之后，除非它滚过，就是它你曾经踢过它或怎样啊，否则它不可能会在玻璃碎片下面。这个很奇怪，重要的是这是什么东西？好，先对话看看。哪哪喏？凶手我一开始就知道，是那个食神福川夜影的前任客人。因为那家伙一直把阿英视为敌人，苗木你也这么想吧？而这个妈妈没有多调查一点钱，无法断定。既然如此，我就告诉你们，那三个人曾被阿英叫过来过，而且是叫来这间娱乐室。咦，今天早上被送到保健室时，我是和阿英是一起离开保健室的吧？之后阿英他又一个人去别的地方，可是后来见面时我问他说是去那三个人的房间留纸条，上面写着中午前到娱乐室来。中午前和大生同学死亡推测时间12点很接近，我说的是真的，因为这是听阿英本人说的。而我试图阻止他，但是阿英不听。他说只是和他们谈谈，让我别担心。没想到却发生这种事情。当时要是我坚决阻止他的话，就不会发生这种事情了。曹瑞同学，叫你别后悔是不可能的。啊，好可怜啊！不过没想到食神夜影和虎川同学曾被大神同学叫出来，而且地点就是娱乐室，时间还离杀人时间12点这么近。这证词或许最好是找那三个人确认一下比较好。先都好。Demo。话说回来，没想到那个大鹏同学就会被杀，明明是个不是个轻易会被杀死的人，真的，没错，不是那么轻易的。他可是拥有强韧肉体和精神的超高中级格斗家耶！凶手到底是怎么杀他的？不，怎么杀得了他？看来是令他相当措手不及。確かに。的确，如果不是出意料，大鹏同学要被杀，几乎是不可能的吧。居然没有资料，等一下哦。三个人嘛，而且我还要去化学教室看。なんだ？干嘛？别碍事。那个有事想问食神，长话短说吧。听说大神同学曾把你调到娱乐室来，这是真的吗？这样啊，你知道了，那就是真的哦。的确，我的房门上夹了一张这样的纸条，但是有哪个笨蛋会就这样去赴约？明知道或许会被那怪物杀掉，你没去见他？废话，我把那纸条撕破丢掉了。说到底，我今天连一次都没见到大神。
池神说他没去见大神同学，这个是真的吗？可是既然没有推翻这个证实的根据，目前也只能采信了。可以。话讲完了就滚。谢谢。已将池神的证词记录在手册中了。好，我觉得池神说的应该是真的。可是，所以我现在还要去其他地方。对，我还要看一下门，对不对？这房门是娱乐室唯一的出入口吧？这房门没有门锁，也看不出曾取下门轴零件的痕迹。唯一奇怪的地方就是窗户破了，但那是刚才我为了进屋而打破的。其他像是丝线或者其他机关的痕迹都完全没看见。换句话说，这房门本身似乎没有哪里可疑的。这个椅子可以调查，因为这张椅子顶住了门把，所以造成门打不开。可是椅子上到处都找不到设置过金属器具或丝线等机关的痕迹。换句话说，可以不用考虑椅子本身曾被设下机关。光是用椅子和门两者的调查结果看来，门打不开的理由应该就是这张放在房间内侧的椅子没错。这椅子妨碍了门把转动，所以门才会打不开。而且椅子和门两者都没有被设置过机关的痕迹。凶手不是在外面房外构成密室，而是在房间里构成密室的吧？已将娱乐室的门记录在手册中了，可以进入元旦选单中确认。苗木同学如何？应该大致上调查过一次吧。应该大致上。既然如此，接下来就是问话了。我要负责监视，无法离开这里。所以就决定由你去。已经决定了。从上次吵架之后，我切同学就变得很强势。不过问话确实是必要的。被大神同学叫出去的还有两个人，也得好好去问他们，向他们问清楚才行。变得很强势，我觉得可以。那两个人一定在宿舍才是，我居然直接被传送回去了，好吧？我想说离三四楼比较近，我想要过去那边。夜影跟浮川，这浮川很近，我放在这里。按下电铃，叮咚。过了一会儿，你干嘛？哦，没有，咚。比父之气息还要更强的父之气息，傻小。何？福川さんに戻ってたんだね。ジェノサイダーじゃなくて。あいつの話しないでよ。気分が悪くなるじゃない。せっかく楽しい気分なのに。看起来一点都不开心啊。あのさ、ちょっと話があるんだけど、今いいかな？化妆的这时候，古川同学走到走廊上。那么悠悠，怎么样啊？所以有话要讲，我说过的。我要说的是古川同学被大神同学叫出去的事。什么？我什么都不知道。这个超级口急的人一定在说谎。石神对被叫出去的事已经承认了。白夜大人也被那家伙叫出去了吗？不是好像说白夜大人也的，好像表示我们也被叫出去，瞒不住了。对耶，那你愿意告诉我吧？你竟然正在开后知后觉吗？我确实看见纸条了，可是我没去见他，太可怕了，没办法去。虎山同学说没去见他，是真的吗？可是既然没有推翻这证词的证根据，目前也只能采信，可以了吧？我要回房间了。虎山同学很快回房去了。已将浮川的证词记录在手册中了，可以进入元旦选单中确认。然后再来是，我记得夜影同学按下电铃，过了一会。拿呗。杨木仔有什么的？然后有什么要事？有事想要确认，是关于夜影被大神同学叫出去的事。你怎么会知道？啊，你读了我的心吧？是特异功能觉醒的呗。可是被叫出去的可不只是我哦。古川仔和石神仔也被叫去了，而且那是巨毛自己说的呗。你是听大神同学自己说的吗？那是什么时候听到的？那是被巨魔叫出去的时候呗。不是用纸条叫你出去的吗？是纸条。那拿纸条给我时候呗，是那个时候顺便说的，总觉得明显的有问题。对，真的超级明显的问题。那你去见了大神同学吗？我才没去，我怎么可能会去啊？果然有问题。実際我最后一次见到巨魔就是将受伤的草原奈仔带到保健室那时呗，在那时候就一直没变，没见了。
那么可以让我看看你收到这张吗？待会我留下吗？电影伸手插入口袋里。妈妈，抱歉，没有，没了。手脸上出现抽搐的笑容，将手从口袋中拆抽出来。此时有什么滚落到我的脚边？电影口袋里的某件东西，哈，瞬间被发现。嗯嗯啊啊！夜影一阵分尸了，快速捡起了那个，再次烧毁这个狗。妈妈，嘿嘿嘿，这是垃圾了，我忘记丢垃圾了。垃圾，怎么装了一记？虽然我有被救援交出去，可是车上我没去，总告诉了呗。等外面中断对话，夜影逃回房间里的。夜影虽然说那是垃圾，但那不是普通垃圾吧？对，那不是普通的垃圾。好、哦，这么一来也听了釜山同学和夜影的证词，接下来该怎么办呢？虽然有必要再一次调查现场，但除此之外还有关于钓在娱乐室的单白粉人，去需要还要再详加调查才好。没记错的话，那是化学室那边拿出来的。接下来该从哪着手好？先去化学室好了，我们顺利过去。2、3、4，好，顺利到这里。化学教室。What the？ 那的。杨木，你也注意到化学教室啊？不过你可千万别妨碍我、哦。嗯嗯，我知道了。应该是事小的明白吧？靠北啊，这先生，你是有病吧？那个师生有什么新发现吗？他不想跟我们说。怎么好像先生发上头说别打扰我的气息啊？这是什么？哎，等一下，为什么我捡到那个？可恶！化学教室的药品柜仔细一看，其实还挺大的，似乎该好好调查这个柜子。好像是三个柜子相连形成一个巨大的药品柜。就比起这个，散落在柜子前的粉末是什么？总之得小心别踩到才行。这有个脚印，三个可以调查。有瓶子摔破在柜子前面，地板上之所以散落粉末，就是因为这样吧。打破的瓶子上贴着化学师 C4 的标签，告诉你一件好事吧。今天早上我来四楼调查过了，那时这里还不是这样状态。那这些粉末是什么东西？恐怕是事件发生前后吧。如果粉末是在事件发生前后散落的，那就和事件有所关联了吧。好，这边还有一个。黄色粉末大量散落，得小心别大意踩上了或留下脚印。脚印不是，我不是按 A 柜。这里的柜子里摆放着许多类似营养剂的药，娱乐室里的蛋白粉一定是从这个柜子里拿出去吧？这柜子里的容器所有都贴有以 A 为开头标签的标签，也就是说这左侧的柜子是 A 柜吧？一口气只有一个贴着化学是 C9 的标签的瓶子放在这里。是谁放错了吗？我要检查脚印啊，这是脚印吧？而且这脚印好像只残留在左侧柜子前方。哼，这脚印显示怎么样的位置关系呢？看来可能需要画个平面图。意思是叫我画平面图？脑筋转得挺快的嘛，好过分哦！列嘴一叫，师生便将纸笔交给。怎么了？快啊！知道了啦，我在纸上正笔疾书完成了平面图。大概像这样吧。没想到连你都办得到，不错嘛，改。什么叫连你？なるほど。这样啊，这么看来，留下这脚印的目的果然只有左边的柜子了。毫不犹豫，一直线朝左边柜子前进，完成目的之后就离开了。是这样的脚印。なるほどな。这脚印恐怕是杨木的吧？才不是呢。否则你让我看看鞋子啊，确认脚的大小就知道了。没理由拒绝我，只好乖乖听从师生的话。原来如此，你的脚好像比较大，很可惜不是你的脚印啊。什么可惜？不过既然留下这么清楚的脚印，一定马上就能找出是谁的脚印了。这么说来，这脚印可说是相当宝贵的线索了。关于这粉末，或许还是先整理一下比较好。药品柜前散落着黄色粉末，推测原因应该是地上摔破碎的瓶子贴着化学是 C4 的标签。C4 贴在墙壁上，砰砰。这个是枪弹辩驳，那个标题有写着“弹弄法枪弹弄法一”，这是第一代哦。还有粉末上留下不知是谁的脚印。从脚印的位置来看，这个人的目的似乎只有左边的柜子。
还有根据死神所说，粉末散落的时间应该是在事件前后，目前知道的大概就是这样的。已将粉留在粉末上的脚印记录在手册中了。好，西柜应该稍微看一下吧。这个柜子里的是竟是一些一看就是很危险的药品，这是毒药或危险药品之类的吗？这柜子里的容器都贴有以 C 为开头标签的标准，也就是说右边这危险的柜子是 C 柜吧？啊，居然没有东西吗？B 呢？这柜子里的总觉得都是一些没有看过的药品。那是试剂，为了化学实验的目的而制造出的药品。你连这种事都不知道，还能瞒不住我？坏耶！这话说的太过分了。なんだ。就算学了化学或数学，出社会后也派不上用场。まあいいだ。这样啊，不愧是失败者的借口，和你很相称嘛。我什么都没说呢。不比起那个，得快点叫他去才行。都贴有以 B 为开头标号的标签，也就是说正中间的柜子是 B 柜嘛。似乎没有其他可疑之处。关于这个柜子，应该没有其他需要注意的地方了。先整理一下关于这柜子的事吧。化学教室的柜子分为三个 ：A 柜是营养剂 ，B 柜是试剂 ，C 柜则是存放的毒药类。当然，同学应该是从 A 柜拿出蛋白粉吧。令人在意的是 ，A 柜里混进一个贴着 C 标签的瓶子。这应该是在 C 柜的毒药品，为何会混进了 A 柜呢？总觉得不对劲，不对劲。如此一来，化学教室也掉头归变了。接下来就应该再次去娱乐室。好，我们再去。什么是停下来？什么意思？不太了解的意思。好，化学教室已经结束了，所以我们回娱乐室。好，娱乐室就这里。我迷路了，我迷路了，哦，等一下，地图救救我，地图救救我，娱乐室啊，我反了啦，这边是不会通到娱乐室的，要走一大圈，我吃，啊，我开台的时候都没这说话，没错。两位同学问话成果如何？我将福川同学和叶云的证词告诉武学同学。なるほどね。原来如此，包含石城同学在内，那三个人都说没去见大鹏同学。我是路痴没错，可是很可疑，或许有人在说谎，有人在说谎。とにかく。姑且不管这个，我这边有进展。大鹏同学的尸体收纳杂志的柜子，还有黑白熊品。那里有新的线索，最好再好好调查一次。所以我们要再调查这三样东西。先看杂志柜，这个我很好奇，收纳杂志的柜子也有新的线索是吗？可能是线索的东西。哎，只有一本杂志上下倒过来放了，是谁放回去时搞错了吗？没。如果有在意的东西，最好是详细调查清楚哦。你说的对。将向下颠倒的杂志拿在手中，我开始一页一页的翻阅。Oh my God! What is this? 这是。大约在半本左右的地方，有一页唐突的用血写着大字，用血写着釜川。这难道会是临时性质？走。看来苗木同学你也找到了。雾雪同学，这是你为什么不干脆直接拿给我看？很卡吗？因为我这边其实是很顺的，我不太清楚为什么。それは临时讯息应该没有错吧？这是用手指写出来的。临时讯息果然是如此。だけど。可是将这本杂志上下倒放的可不是我，刚才我发现的时候已经是这个状态了。我调查完这本杂志后，为接下来调查的人忠实的回复了原状。这上面写的是釜川吧？好像是。那凶手不就是他了吗？一定是这样吧？不，还不能这样决定。一定是这样啊！那家伙一定就是凶手，这就是决定性的证据，用这个逼出凶手吧。决定性的证据或许是这样吧，总觉得太明显了，反而感到不太对劲。你可以调整看看画质，把画质调低一点可能会比较好。因为我在直播前我就确定过这个是
这个直播出来是不会卡的，所以我不清楚。然后大神的那个尸体也有新的发展吧？大神同学的尸体也有新的线索是吗？只是茫然的看着，是什么都不会知道的。或许是这样吧，可是不碰触尸体看看吗？真拿你没办法。和踌躇不前的我完全相反，有些同学满不在乎的触碰尸体，这模样已经司空见惯了。然而仔细想想，他你竟然面不改色的触碰尸体，像我不管看几次尸体都无法习惯。你那才是正常反应哦。既然如此，为何有些同学？それは那一定是因为我从以前就有接触尸体的机会。咦？没有，我什么都没说。ね。别管这个那个，你看看这个，这好突兀哦。大神同学的鞋子，脚背上是不是有附着黄色的粉末？嗯，的确。なるほどね。大神同学脚背上附着的粉末，这是第一个线索。好哦。ね。接着是他头部的伤痕哦，看进去。そうね。不过要你看这个很难受吧？我说明给你听好了。どうやら。他头上遭到殴打的痕迹似乎不止一个，他头上有两个伤口。对，大神长这样。殴打痕迹有两处，很耐人寻味吧？顺便告诉你另一件耐人寻味的事实：被杀害的他双手都保持得很干净，连指尖都没有沾到血迹。总之，调查大人尸体后发现的事实大概就是这些。好哦。话虽如此，光是调查完尸体就能获得这么多线索，除了巫前同学之外，也没有人能办到的。然后是瓶子的部分吧。对呀、啊，因为有些人他看台是不会说话的，也有有些人是 不方便说话，只会听台而已，所以就没办法。巫前同学好像说了，黑白熊瓶上也有新发现，新发现，如何知道的呢？少了一个瓶子，仔细看应该就会知道了，隐藏在这黑白熊瓶中的规则性。啊，规则性。规则性，这是那个什么棋吧？我不太懂你们那个棋的部分啊。这应该是那个有那个 pawn bishop 的那个什么吧？他好像少了一个马，他少了马跟皇后啊，少了马皇后，哎，巫前同学，能不能请你直接告诉我啊？それは如果只是线索就算了，如果连得出答案就都分享的话，太危险了。在班级审判前，我不想让你有先入为主的观念，这也是为了得出彼此都能接受的答案，不是因为不相信我才不说的。竟然不说话，某种程度上我是相信你的，否则也不会告诉你这些事。某种程度上，ね。其实有关这黑白熊瓶，还有另一件在意的事，为了确认这个，我想做个实验，你会帮我吧？とにかく首先将掉落在地上的黑白熊瓶碎片收集起来，再小的碎片也尽量不要漏掉。咦，可是没问题吗？擅自改变现场的东西？別にいいじゃない。已经调查过一遍了，应该没问题。再说啰嗦的死神也不在。じゃあ啰嗦的死神。这我去化学教室拿需要的工具过来，这边就先拜托你。留下这句话，我的同学就离开了娱乐室。虽然有点莫名其妙，但也没办法，只能帮了。我用娱乐室的扫把将散落在地上的瓶子碎片收集起来。好，拜拜。正当我将碎片收集完成时，久等。じゃあ准备好了吧？那就快开始吧。你说实验是要做什么？我从化学教室拿天秤来，要用这个来比较重量，什么和什么的重量。你收集的碎片和剩下的黑白熊瓶的重量，为什么要这么做？做了就知道了，就是因为这样才要做个实验。首先比较一下不同的黑白熊瓶的重量。哦哦哦，这边有动画呢。天秤两端是一样高的。つまり，换句话说，黑白熊瓶的重量几乎相同。这也是当然的啦，里面的黑白熊模型几乎没有差异，也没有其他影响到重量的要素。然后你说，我调个东西，等一下，这有点太长了，应该要找时间把这个
剪短一下，不然它太长了那个地方。这样，那重头戏就从这里开始，在天秤的那的一端放上你收集的瓶子碎片吧。会出现什么结果呢？正常来讲，两端重量应该差不多，或者是收集的碎片比较轻，只有这两端可能吧。虽然尽量努力收集碎片了，但是还有可能遗漏。这样，那我们就试试看吧。我的，哎，刚刚只有两瓶啊，因为，哎，这个是马，所以少掉的是皇后的那个模型。我收集的碎片比较重，怎么会？为什么？やっぱり。我就知道会这样，你就知道。刚才的实验结果和黑白瓶、黑小熊瓶的规则性，连这些一起考虑进去的话，得出的答案只有一个。我是这么想的，你怎么想，就看你了。已将黑白双瓶的实验记录在头册中了，可以进入元旦群当中确认。哎，怎么这么快回来了？おっと寝てた寝てた。お前らの操作が退屈すぎて寝ちゃってたよ。やっちゃうよ。いいすか？やっちゃってもいいすか？じゃあ学級裁判を始めます。お前らはいつもの場所に至急集合してください。学校エリア1階にある。赤い扉にお入りください。うぷぷ。じゃあ後でね。恐怖的话，其实我还觉得还好，也不算是类似饿狼游戏了，它就是推理游戏嘛。已经是这个时间了，密室鬼这之谜都还没完全解开，接下来只好在班级审判中想办法解决，不是绝对要解决才行。完蛋了，我现在完全一头雾水，我什么都不懂。这一次的也太难了吧？只是知道夜影说谎，然后釜川仪式说谎，啊哈，然后就没了，然后就没了。啊对，然后那个地上的那个蛋白品蛋白粉那个有点怪，就这样而已。听见黑白熊集合命令后的大家，陆陆续续的集结在大厅，然后不，超暴动机的。格斗家刮胡笑，密室虾人刮胡笑，干嘛？我发现了刮胡的伟大，不管是多么消极负面的话，只要加上笑，马上变成积极正面，有吗？例如，在交流时发现腐烂自己，这个太可怕了吧？我觉得恶心呗。那反过来呢？无论多么积极正面的话语，只要加上气，就会马上变得超级负面。例如，交得到100个朋友吗？气，我靠，这真的是，这本来就是消极的话，好吗？真的耶，总觉得好爱上呗。请搭乘电梯下，我就先走一步喽，气，那就冲上楼。刚才的是怎样？嗯，对，就是要保护自己，莫名其妙呗。莫名其妙的是你，杀了人还能这样嬉皮笑脸？我才没有嬉皮笑脸，是说我才没有杀人呢。我是清白的，别叫我杀人凶手。是这样吗？反正马上就会知道的，凶手就在我们之中，这次不会有错的。凶手是害大神同学的凶手。哇，比任何人都强的他，杀掉的凶手。在这之中，在我们之中，在我们之中，去吧，做不了蛋。就这样，我们朝电梯前进，越走越觉得越离目标越远，一种仿佛要腐坏的恐惧从体内扩散，令人站立。只有这点，不管经历几次都不会习惯。就这样，每个人都无言的搭上电梯。魔的妈妈吗？邦子是谁？门关上了，开始下降。随着轰隆的声音，电梯开始下降。哇，那人少了好多了，天哪！越降越深，这样的下降也总是那么的唐突的结束。而门打开了。我看看参加者是六名吗？这样好少，好寂寞。你在说什么？全部还不都是你害的？这次的班级审判他又要减少了吧？还是？所以你的校园生活本身要结束了呢？
好的好的，那就请你们站在写着自己名字的位置上吧。不起眼女孩帮子，哦，你是说浮川吗？就这样揭开了第四次的序幕，浮上幸运，这个又是一模一样的，这个我就不贴上好不好？真的，来看看技能，从那个石城那边拿到技能是什么？发言力最大值加5，冷静沉着，准心漂移度降低。哦，这个我觉得可以。漂移度降低是很重要的东西。怎么都是乱技能？不，师生你那边一定还有其他技能的，不可能就只有这两个，你一定有第三个技能，我不相信。拍停。まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果は正しい黒以外、さて犯人はもう決まってるよ。あ、なんかデジャブだ。さくらちゃんを殺した犯人は、さくらちゃんのことを憎んでた戸上か深川か葉隠れ、あんたたちの誰かだよ。バカバカしい。私は関係ないわよ。そうだべ。おい、そこ、いそこ、そこ、そこ、するわけねえべ。言い訳したって、ダメだよ。那三个人的某人，这个凶手，常常来同学说肯定踩点，既然说这么肯定，一定有什么根据吧？一定有什么根据吧？一定有什么根据吧？常人的证词，常人的证词是什么？完蛋了！完蛋了！等一下，あんたたちの誰か。你先不要讲，我再看一下你的证词是写什么。食神在中午前把浦川食神大神说是借我留纸条，留纸条。さくらちゃんを殺したんだよ。哦，那应该是打破那个猎人那段话吧？应该说是大神在找。動機があるからだよ。意思是，あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。話にならんな。それだけの理由で人を疑うなんて。最低よ。人として最低だわ。啊，就这样，不是啊，我打哪一句话？确实的理由才对，他自己就真的曾经这样说过。あんたたちの誰かがさくらちゃんを。なぜ俺たち。動機がある。あんたたちはさくらちゃん。それだけか。話にならん。それだけの理由で人を疑うなんて。这一个，我。それは違う。朝比奈さんが疑ってるのって、その3人が大神さんに呼び出されてたからだよね。そうだよ。しかも事件の直前にね。だから間違いないよ。そいつらの中にさくらちゃんを殺した犯人がいるんだ。你说你觉得是曹仁奈，可是曹仁奈其实跟那个大神的感情非常非常的要好，我觉得不太可能是他。口袋里的垃圾，哈哈哈。真的要被揭破谎言了。さくらちゃんに呼び出されてたなんて、どう考えても怪しいよ。絶対あんたたちの中に犯人がいるんだよ。呼び出されたことは確かだが、俺は会いに行ってないぞ。あ、私も行ってないわ。俺も会いには行ってないわ。現在。それは違う。去那个糖果子。曹仁奈就说过了，那个他一开始就把他搬走了，你不可能。葉隠君は、僕と話してる最中、小さな紙を落としてたよね。赤い水玉模様の紙だよ。なんで急にそんなこと言うんだべ。赤い水玉模様って、私がさくらちゃんにあげた飴の包装紙と一緒だ。いや、それはその。あの飴は倉庫に入れるようになった直後、私が段ボールごと独り占めしてるから。それと同じものはもう倉庫にも残ってないはずだよ。だとしたら葉隠れ君はその飴をどこで手に入れたの。さくらちゃんからだ。それしかないよ。そのオーガからもらったのは確かだけど、だけどもらったのはずいぶん前なんだ。だから事件とは関係ないんだって。いつもらったの。葉隠れ君が大神さんと最後に会ったのって朝比奈さんを保健室に連れて行った時だよね。つまり
あの時より前にもらったってことだべ。不可能。从大神同学那里得到的康多应该是在宝剑士那件事之后才对。根据就是，是大神得到糖果的时间点。これだ。葉隠君、それはおかしいよ。朝比奈さんが大神さんに飴をあげたのは保健室から出た後だったんだ。保健室で会ったのが最後なら、葉隠君がその飴をもらってるはずがないんだよ。あれま。可是在夜里超级可疑，所以吧，也算超级可疑的呢。哦，あったさ。娯楽室でオーガと会ったさ。それの何が悪いんだって？逆ギレ。逆ギレ。だけど会っただけだべ。俺は何にもしてねえって。お願い信じて。怪しいわねあなた。怪しいのはおめえの方だべ。また逆ギレ。あなたの逆ギレじゃねえぞ。犯人は深わっちなんだ。その証拠だってあるんだからな。はあ、証拠って何のこと？シャイニングメッセージだべ。シャイニングメッセージ。林志颖不是在补身。現場に深わって血文字があったろ。そうだ、ダイイングメッセージだべ。マイゾノッチの時にもそんなこと言ってたじゃねえか。あ、それって私も見た。そうだろそうだろ。你没经历的事你怎么知道？你留下来对不对？何言ってんのよ。そんなわけないじゃない。往生際が悪いぞ。葉隠君、ちょっと待って。あなたがそのダイイングメッセージを見つけたのはいつのこと？え？え？確かオーガの死体を発見した時だべ。そうだったわね。あなたは朝比奈さんから現場の捜査を禁止されていたのよね。つまりダイイングメッセージを見つけたなら死体を発見した時しかないはずよね。咦等等。可是雾切同学发现写着临时信息的杂志，那本杂志是在杂志杂架子。哈，我要走，又来一个。雑誌棚の上、うさしさの雑誌棚の中、雑誌棚の下吧。应该是上面吧。不是，不是，失败了。你是怎么发现的？我眼睛细长，所以能发现这种好奇怪的呗。什么跟什么？咦，哪有这样的呗？我好不容易想出来的借口还来啊！看这样子的吗？那个。もさしってキリギリさんが見つけた時は雑誌棚の中にあったんだよね。そう、私があの雑誌を雑誌棚から取り出してそこでダイイングメッセージを見つけたのよ。現場での捜査が始まった後でね。だとするとさっきの葉隠君の発言っておかしいよね。おかしい？何がおかしいんだべ。何もおかしくねえっての。我觉得蠢蠢的，那个真的是明显很奇怪。这么说来的话，一说的话就产生矛盾了。居然是期待处刑吗？我的天啊！杂志上的临时讯息，真的是这一个吗？还是我？俺がダイイングメッセージを見つけたのは、オーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは捜査が始まった後だったわ。雑誌棚の中から雑誌を取り出してそこでダイイングメッセージに気づいたのよ。これがどうしたんだって？なんもおかしくねえって。超奇怪的好吗？我到底要怎么打？等一下啦，怎么都是这种讨人厌的东西？那本杂志是在……俺がダイイングメッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。私がダイイング捜査が始まった後だ。雑誌棚の中から雑誌を取り出してそこでダイイングメッセージに気づいたんだ。それが何もおかしくねえって。俺がダイイングオーガの死体を発見した時だべ。よし、飛び。それは違う。大神さんの死体が発見された時、あの雑誌はまだ雑誌棚の中にあったんだ。キリギリさんがそれを取り出したのは捜査が始まった後のことなんだよ。つまり捜査の時に現場にいなかった葉隠君がダイイングメッセージを見たはずがないんだ。わはー
高倉君、本当のこと教えてよ。君はあのダイイングメッセージをいつ見たの？ま、待て、話をすり替えんなって。俺がいつ見たかは問題じゃねえはずだ。オーガが残したバイキングソーセージによると、犯人は深町で間違いねえはずだべ。なんかどっちから突っ込むべきか分からなくなってきた。それがあいつの手なのよ。そもそもあのダイイングメッセージって本当に大神さんが書いたのかしら？はい？はい？そんなん決まってんべ。間違いなく、オーガが書いたもんだべ。100% 絶対的にオーガが書いたんだ。この俺が言うんだから間違いねえって。你超级可疑的啦，这是一定没错，不错了，那不可能是大神同学写的，因为他的手是干净的。那个谁有这个？怎么等下？这个时候。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。やっとだぞべ。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。正規罰だべ。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。やっとだぞべ。俺の占いは3割当たる。おかわなんかこれ外ずつに証拠あんのかって。これで証明するよ。到最后我整个都没有空去管他了。大神さんがあのダイイングメッセージを書いたとは考えられないよ。だってあのダイイングメッセージって指で書かれたみたいだったけど、でも彼女の死体は両手とも綺麗なままだった。指に血なんてついてなかったんだ。あれじゃあそのダイイングメッセージって誰が書いたの？ひょっとして葉隠君が捏造したものだったりして、だからこそ彼はダイイングメッセージの存在を知っていたとか。うん、便秘よ。そうなんです。あ、認めた。やっぱりそうだったのね。でもどうして捏造なんか。それはその俺が王が殺しちゃったからだ。假的啊！聞いてくれるか。俺の最後の話を。オーガからの呼び出しのメモを受け取った俺は、約束通り昼前に娯楽室に向かったんだ。对啊，一来这么多。のこのか会いに行ったのか。バカなやつめ。そん時のことだべ。不好意思，请再等一下，我还叫了其他人。好。要不要吃点糖果，可以消除疲劳哦。谢谢，那就不客气了。だけどそれを最後にオーガは口を開かなくなった。しんどい沈黙だったべ。その時だった。急にオーガが何かをつぶやいたんだ。結束了，在今天结束，在今天结束，结束一些。それを聞いた瞬間、なんかひらめいちまったんだ。オーガは俺を殺す気だって。俺を殺してここから出ていく気なんだって。俺はビビっちまって、そんで隙を見て近くの棚にあったモノクマボトルでオーガに殴りかかっちまったんだ。オーガの背後から不意の一撃を食らわしちまったんだべ。そうしたらオーガはぐったりしてそのまま動かなくなっちまった。俺はそこで我に返って、このままじゃ処刑されちまうと思って、テーブルの上にあった雑誌に深割って血文字を残してとんずらしたんだ。これが今回の事件の全貌だべ。あとは煮るなり焼くなり好きにしてくれ。煮たり焼いたりなんかしないよ。処刑だよ。不可能。さくらちゃんを殺したあんた、不可能。夜影不処刑だよ。じゃあもう投票でいいよね。犯人も決まったんだしさ。いいえ、葉隠君の話はまだ終わっていないはずよ。え、終わってないって。今の葉隠君の話だけでは説明のつかない彼の行動があったはず。その説明を聞かない限りはまだ終われないわ。
无法解释的夜莺的行动，写下临时信息后，他采取了行动了，选择陷害釜川。长崎杂志的事，长崎吧。これだ。そういえば、さっきの話には葉隠れくんが雑誌を隠したことの説明がなかったよね。死体が発見された時、ダイイングメッセージが書かれた雑誌は雑誌棚に戻されてたけどさ、どうしてわざわざ見つかりにくい雑誌棚に戻したの？それじゃ捏造の意味なんてないのに。いや、というかだな、俺は隠してなんかねえぞ。ちゃんとテーブルの上に置いといたはずだけど。怎么可能？我都知道。嘘よ、嘘に決まってるわ。すでに犯行を自白しているのに今さら嘘をつくとは思えないわ。嘘じゃないってこと？だとすると、葉隠れ以外の誰かがあの雑誌を雑誌棚に戻したということになるな。事件前後に娯楽室を訪れた人物が他にもいたということか。おそらくその考えで間違いないはずよ。それって誰なの？その人物はあの雑誌を隠したのです。それはあのダイイングメッセージを見られると思う人物だ。都讲出来的。害怕看见死亡信息的人，那不就是，这不就是那个人吗？我知道，十成百业都跑出来了。深川さん、だよね。え？だって、ダイイングメッセージを見られて困る人って、実際に名前を書かれた深川さん以外に考えられないよ。そうなの？あんたも娯楽室に行ったの？なんで私が？いえ、そうじゃなくて、そんなことはどうでもいいじゃない。犯人はもう決まったんでしょ？不要栽赃了、孩子。さっき葉隠れだってそう認めてたじゃない。そうです、俺がやりました。不要这么承认な。違う。不要这么干脆や。なんであんたが答えるのよ。那总是你回答。葉隠れ君が大神さんをボトルで殴ったのも確かだよ。でも事件もそれで終わりじゃなかったんだ。終わりじゃなかったってどういう意味？つまり葉隠れ君は犯人じゃない。そういう意味で。何言ってんのよ。そんなことありえないわよ。だったらもう一度葉隠れ君にさっきの話をしてもらいましょうか。そうすればはっきりするはずよ、彼が犯人じゃないってことが。あの、それで俺はどうすれば？今言った通りよ。もう一度大神さんを殴打した時のことを話して。なんかわからんけど、わかったべ。事件还没结束，夜莺不是凶手，没错，这件事将可获得证明，没错。我也不知道什么，反正就是说没错就对了。哇，等等，调查尸体后的误切证实大神尸体的状况。我は脚上附着的黄色尘物。近くの棚にあるモノクマボトルで、オーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことは、あなたが殴打したのは一回なのね。殴ったのは一回だべ。それでボトルも割れちまったんだ。そんでオーガはぐったりと。ほら決まりじゃない。やっぱり犯人は。等一下，我要看一下那个哪一个有提到他。调查不止一处，所以是这个。跳过。葉隠れ君の殴打のせいで大神さんが死んだなら、彼女の頭の傷が2つだったことの説明がつかないよ。2つ？そう、彼女の頭部の傷は2つだったのよ。死体を触るのは趣味の女が言うんだ。間違いないんだろう。でも俺が殴ったのは1回なのに、どうして頭の傷が2つあるんだ？実は殴打が2回あったってことよ。しかもモノクマボトルによる殴打がね。ちょっと待ちなさいよ、頭の傷だけでどうしてそこまでわかるの？殴打が2回もあったなんて、それもモノクマボトルによる殴打なんて。手がかりは頭の傷だけじゃない、現場に残されたモノクマボトルにもあったわ。あのモノクマボトルには
明らかに不審な点があった。その不審な点をはっきりさせることでモノクマボトルでの殴打が2回あったと分かるのよ。思い出してみて、事件後の娯楽室の棚には4本のモノクマボトルが残されていたでしょ。それと床には1本分の破片とモノクマフィギュアが落ちていたわね。葉隠れくんが大神さんを殴打した時に割ったボトルだよね。つまりあの現場には4本のモノクマボトルと1本分の破片があったことになるけど、でもモノクマボトルは全部で6本のはず。1本足りないのよ。どうしてモノクマボトルが全部で6本だってわかるのよ。簡単よ。簡単よ。あのモノクマボトルに隠された規則性を見ればすぐにわかるじゃない。规则系吗？我总觉得我好像看出来了，一定是那个吧。等一下，等一下，那个音乐不是，等一下，那个是什么棋？我不知道。等一下，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 什么六个字？不是吧？什么的什么的什么的什么字？夕阳，夕阳棋的棋子。分かったぞ。原来是西洋棋啊。这我看他跳什么字出来就猜什么字就对。センスの駒だよ。ボトルの中のモノクマフィギュアが持ってるのは全部チェスの駒なんだ。キング、ルーク、ビショップ、ポーン。確かに全てチェスの駒だな。すると割れたモノクマボトルの中に入ってたモノクマフィギュアはライトだ。ライトの駒だったよね。それがどうしたのよ。あなたはチェスにはあまり詳しくないのね。だったら教えてあげるわ。チェスの駒の種類はキング、クイーン、ルーク、ナイト、ビショップ、ポーン、全部で6種類なのよ。だけどあの現場に残されていたのはキング、ルーク、ビショップ、ポーンの4体と床に落ちていたナイトだけ。あ、クイーンのフィギュアが足りないんだ。そうなんだ。現場にあったモノクマボトルは5本、つまり1本足りないんだよ。何よ、チェスが何だって言うのよ。日本人なら将棋だべ。もう遅かったんだよ。そうよ。じゃなくて私が言いたいのは、確かにボトルは足りなくなってるかもしれないけど、それが事件と関係している根拠なんてどこにもないじゃない。事件前からすでに1本欠けてたのかもしれないじゃない。いいえ、亡くなったモノクマボトルが事件に関係しているのが明白。何で明白なのよ。亡くなったモノクマボトルはどういう状態だったの、それを考えてみればわかるはずよ。什么新闻状況可恶，好想写。これだ。好想写啊！可恶。なくなったモノクマボトルはおそらく割れた状態だったはずだよ。どうしてそんなことがわかるのよ。だって証拠も残ってるから。証拠？現場で割られたボトルが一本だけじゃないってことを示す証拠だよ。何なのよ、その証拠って。その証拠って、不止这个证据，这证据就是实验结果。刚才我和物理同学尝试过了。实验。いや、那个。さっき、僕とキリギリさんはちょっとした実験をしてみたんだよ。現場に散乱してたボトルの破片と割れてないモノクマボトルの重さを比べてみたんだ。そしたら集めた破片の方が重くなったんだ。そんな結果になった理由は、現場に散乱してた破片がボトル1本分より多かったからなんだよ。つまりあの現場では2本のモノクマボトルが割られていたのよ。だけどそのうち1本分の破片とモノクマフィギュアは何者かに処分された。その際その人物は破片を多めに残してしまったんでしょうね。まあきっちり測れというのも難しい話でしょうけど。でも破片を処分ってどうしてそんなことをする必要があったの？それが
事件に関係するものだったからだよ。被处理掉的黑白双拼绝对跟事情有关，既然如此，那会是被用在大神的第二次的殴打，然后怎么合理解释是怎么？这个答案有时候真的是很。大神さんの二発目の殴打。処分されたモノクマボトルはそこで使われたんだよ。大神さんの頭部にあった二つの傷、割られた二本のボトル、それらを踏まえて考えてみれば、導き出される結論は。それしかないか。そして犯人は一本分の破片だけを処分することで、オーダーは一回だったと見せかけようとしたんだ。だとすると、二発目のオーダーを行った人物は葉隠君以外の誰かということになるはずよ。そうね、深川さん。雑誌を隠した件もあるし、あなたが事件前後に娯楽室を訪れた可能性は高いわ。待ってよ。確かに。二発目のオーダーはあったかもしれないけど、それをやったのが私って根拠はどこにもないはずよ。いや、間違いない、おめえが犯人だべ。あんた、さっきまで自分が犯人だって言ってたくせに。俺は自分の過ちを認めることを恐れないんだ。そういう態度なんだべ。それにそう断言できる根拠も思い出したぞ。一応聞いておこうか。あれは俺がオーガに呼び出された直後のことだべ。いきなり呼び出されて不安だった俺は、予定時間より早く娯楽室の前で張り込みをしていたんだ。そんでしばらくしたところで俺は見たんだ、ふかわっちが娯楽室に入っていくとこをな。その直後、今度はオーガが娯楽室に入っていった。だから部屋の中にはふかわっちもいると思って俺は安心して娯楽室に入ったのに、そこにいたのはオーガだけだったんだ。ふかわっちは消えちまってたんだべ。なぜそんな大事なことを今になって言う。自分が殺人を犯してしまったというショックですっかり忘れていたべ。誰かあいつの頭のネジを探してやれ。おい、フカワッチ、あの時おめえはどこに消えてたんだ。あんたの見間違いよ。私は隠してなんか見てないわ。消えたんじゃなくて隠れていたのかもね。娯楽室のどこかに。私が娯楽室に隠れてたなんて、そんなわけないじゃない。なんのよ、妙な言いがかりばっかり。この害虫どもめ。这个口疾有点严重啊，小姐。根据还好好的留在娱乐室的那个地方。什么？又要来？真的假的？请告诉我。至今为止，虽然最后一集时只要按下左键就不要特别看，还要请你进去听听。我的，必须慎用使用最后一集的眼袋。我的妈！所以最后这不简单，讨论相同 Q 键使用，虽然和同一样距离难易度没有轻松。如果本次啊，真的假的？真的假的？认真的哦，又要再来？不是啊，我最讨厌这个地方了，等一下。言いがかりよ。認めないから。迷惑なのよ。やってやる。違う、いい加減にしてよ。認めないから。呪ってやる。言いがかりよ。啊，结束了。いい加減にしてよ。啊！哎，不行，可恶！迷惑なのよ。呪ってやる。いい加減にしてよ。これで消滅する。娯楽室のロッカーの内側に手形が残されてたのは知ってる。誰かがロッカーの中に隠れた時、うっかり手形を残しちゃったんだろうけど。この手形に見覚えはない。だったらこの手形とあなたの手を比べてみましょう。そうすればはっきりするものね。
温小姐。ふかは俺に手間をかけさせるな。正直に言うんだ。はい、私の手形です。あっさり認めたべ。じゃあさくらちゃんを殺したのもあんたなんだね。そんなわけないじゃない。正直に言え。私が殺しました。多分だけど多分って何。深川さん、詳しい話を聞かせてもらえる？あなたと大神さんの間に何があったの？いいえ。ああ、私は大神に呼び出された後、先回りして娯楽室に乗り込むことにしたの。行かないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから、先に忍び込んでよって思って、それで廊下の中に隠れて。じゃあひょっとして見てたんか、俺がオーガを殴るとこも。その後あんたが私の名前でダイイングメッセージを捏造した時もね。そりゃなんとも気まずい気分だべ。だから私は葉隠れがいなくなった後、すぐにロッカーから出て、その雑誌を雑誌棚に戻したのよ。その時雑誌を上下逆さまにして戻しちゃったんだね。仕方ないじゃない、急いでたんだから。間抜けすぎるな、どいつもこいつも。そんなことよりさくらちゃんを殴ったのはどうして。雑誌を棚に戻した直後、急に背後から獣のうなり声みたいなのが聞こえて。獣のうなり声。それで振り返ったら、血まみれの大神さくらが私を睨んでたのよ。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶しちゃって。だからその後のことは覚えてないの。あとはあいつに聞いてもらわないと。あいつってまさか。出てまいりました。やっぱおめえのせいだったか。私のせい、白夜様のせい、二つのせいがぶつかり合うことでそのせいはより高みに。聞かれたことだけ答えろ。お前が大神さくらを殺したのか。大前提としまして、私とネクラは同じ記憶を共有してないのです。なので何が起きたのか詳しいことは分かりませんが、とにかく私がすやすや寝てたら誰かがガシガシ揺すり上がるわけよ。あれ王子様と思って目を開けたら、じゃないっす。なんとスプラッサー。私びっくりしすぎて近くにあったボトルで引っ張ってきた。だって怖かったんだもん。さくらちゃんは心配してくれてたんだよ。それなのにひどいよ。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外は初めて殺しまった。その後あなたは証拠隠滅のためにモノクマボトルの破片を処分したのね。だって女なんかを殺したせいで死にたくないじゃん。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。どこかで一人で死ね。一切の意味もなくただ死ね。ついてなかったの、いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のバトル攻撃ぐらい平気でかわせたはずよ。さすがの彼女も葉隠れ君から受けたオーダのダメージは残っていたんでしょう。いや、なんつうか、でもよかったべ。オーガは俺が殺したわけじゃなかったんだな。とにかくこれで決定だね。じゃあさっさと投票を始めようよ。ほらどうしたの、みんな投票でしょ。さっさと投票しようよ。いやまだだ。え、まだって何がまだなの。さっきの深川の話を聞いて妙だとは思わなかったのか。いや思うはずだ。思わないわけがない。ん、妙って。葉隠れの王だ、その後の深川の王だ。だがそれで終わりではなかったんだ。おい深川、もう一度さっきの話をしてやれ。お前が気絶した後の話だ。そうすればいくら間抜けなこいつらでもさすがに気づくはずだ。大丈夫よダーリン。还摸，怎么听到摸的声音？杀了大神的凶手，哎，竟然进入讨论。
先看那个什么。私はつやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけの王がに驚いたおめえはモノクマボトルで王がを殴ったんだな。そう、王がちも王たち。お前が王神を殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。私はつやつや寝てただ。そこをオーガ目が覚めた。血だらけのオーガモノクマボトルでオーガ。そう、お前がオーガミを殴った。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。それは違う。大神さんは椅子に座ったままの姿勢で死んでたんだ。雑誌棚の前でのオーダーが死因なら、彼女が椅子で死んでたことの説明がつかないよ。ようやく気づいたか。そんなの、その殺人鬼が嘘ついてるだけだよ。本当は椅子に座ってるオーダーを殴ったんだろ。え、そうなんだろ。いや、雑誌棚の前でオーダーがあったことは確かだ。現場を調べた人間なら全員がそう思うはずだ。因为中毒会吐血，有些人会中毒会吐血，不一定。内脏破裂，然后这个针在扎尸体。これだ。雑誌棚の前での王だはあったはずだよ。棚の前に残されてた血痕が、その事実を物語ってるんだ。じゃあ、王が殺した後、ジェノサイダーが死体を移動させたんじゃねえのか？俺が殺したと見せかけるためにな。俺が殴った時、オーガは椅子に座ってたからな。いやいや待ちなさいって。私はハサミ以上に重いものは持てないんだって。だからあんな巨大な筋肉運べるわけねえだろ。じゃあどういうことだべ。どうだ、これでも事件は終わったと言えるか。でもそれにこの事件の最大の謎である密室トリックもまだ解けてない。あの謎が解けない以上、この事件を解決させたとは言い切れない。あんな密室トリックなんて簡単じゃん。深尾がさくらちゃんを殺した後、またロッカーに隠れたんだよ。なるほど、ジェノサイダーは密室が破られるまでずっとロッカーの中に隠れてたんだな。そんで密室が破られたどさくさに紛れてロッカーの中から出てきたんだべ。いや、それは違うと思うよ。一直躲到密室被破坏理由就是一开始亲眼目睹。これだ。因为他看到那个娯楽室のドアを破る前、朝比奈さんも僕と一緒に見たはずだよ。あの時点ですでにロッカーは開いてたでしょ。だから深川さんがずっとあのロッカーに隠れてたとは考えられないんだ。じゃあジェノサイダーはどこに隠れてたんだべ。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何。おめえは犯人なんだろ。なんで知らねえんだって。ってことは私は犯人じゃなかったりして。そんなの嘘だよ。嘘ではない。さっきから言ってる通り、この事件には続きがあるんだ。だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなると、オーガの死因は頭部の殴打じゃねえってことになるぞ。该会待会待会出现的其实是死神之类的。だって別の死因なんて考えられないし。お前らがその可能性を見落としているだけじゃないのか。忽略了其他可能性，要是真的有其他可能性存在，那死因究竟是？傻笑，等一下我要看诊断，这个真的没办法。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。あー、干什么。オーガの死因が
ジェノサイダーのオーダじゃないとする。じゃあオーガはどうし、別の死。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。それは違う。安道还好有安道。モノクマファイルによると大神さんは吐血をしてたらしいんだ。その吐血が大神さんの死に関係してるとは考えられないかな。実際大神さんの死体にはその痕跡も残ってたしさ。そんなの頭を殴られた時に口の中を切っただけかもしれないじゃん。口の中を切っただけならモノクマファイルに吐血なんて書かないでしょ。それに彼女の口の中には切ったような傷なんて見当たらなかった。そこまで調べたろ。本当に死体大好きっ子ね。死体に興味があるわけじゃないわ。謎の解明に興味があるだけ。だけどよ、口の中を切ったわけじゃねえならその吐血の原因って体内で起きた異変が原因ということだ。おそらく大神さくらは毒を盛られて殺されたんだ。毒を盛られた。そうだ、この俺がたどり着いた結論である以上そこに間違いはない。しびれる。ありえないよ。信じられないか。だったら説明してやろう。犯人がどうやって大神に毒を飲ませたのかをな。説明なんてできるの。無論だ。では始めるぞ。静かに白夜様の話を成長したさ。おめえが一番うるせえって。謎を解く鍵は4階の科学室にあった。え、娯楽室じゃなくて。だったら俺も調べられたじゃねえか。現場の立ち入りを禁じられた程度で捜査を諦めたお前には決してたどり着けん場所だ。まあ当たってんべ。あの科学室には大きな薬品棚があり、そこには様々な薬品類が揃えられていた。そこでこんなものを見つけたぞ。それって毒薬か。そこまで強い毒ではないが、それなりに飲めばそれなりに死ぬ。だがこの毒の性質などはどうでもいいんだ。問題はこの毒薬の置いてあった場所だ。どこに置いてあったんだ。科学室の棚は A と B と C の3つに分かれていた。A の棚には栄養剤、 B の棚には試薬、 C の棚には劇薬や毒薬の類が置かれていたな。じゃあその毒薬も C の棚にあったんですね。さあどうだろうな。 A 他在 A 柜。我记得在これだ。その毒薬って A の棚に置いてあったんだよね。でも A の棚って栄養剤とかが置かれてる棚なんだろ。妙だろ。なぜ栄養剤が置かれている A の棚に毒薬の瓶が紛れ込んでいたんだろうな。なんでだべ。これが犯人が行った入れ替えの副産物だからだ。どういう意味。こういう意味だよ。お、我怀疑自己的眼睛。我也怀疑了。书生将手中的符号屏放在白夜什么目睹意想不到的光景，只能呆若木鸡的看着。可是书生本人却无若无其事，像平常一样冷静。まずいな。大変！白夜什么が大変よ！早く水を飲まないと。粉だけ飲んだら喉がガーってなるから。不是吧？这是重点。毒吐き出させんのが先だろう。確かに吐き出したくなるような味だな。これのどこが高級品だ。何の話だべ。もちろんプロテインの話だ。プロテイン。戸上君、その瓶を貸してもらえる。ああ、はまわないぞ。手指沾取粉末送进自己的口中。これプロテインね。そうだ、その瓶に入っていたのは毒薬ではなくプロテインの粉末だったんだよ。だとすると逆に本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬はどこに行ってしまったんだろうな。在门前的那个瓶子里面。Oh my god！ 不是吧？又是这个灵光乍现了啊！怎么又是灵光乍现？还五个字，但。
听完到。好的。そうか、分かったぞ。完璧。毒薬はプロテインの容器に入れられてたんじゃないのかな。毒薬の瓶にプロテインの粉末が入れられてたなら、その逆もそう考えられるはずだよね。そうだ、毒薬とプロテインはそれぞれ中身が入れ替えられていたはずなんだ。プロテインの中身は毒薬の瓶の中に、毒薬の中身はプロテインの容器の中にな。そしてそう考えれば、犯人が大神に毒薬を飲ませた方法も見えてくるんだ。マジでか。犯人は大神に現場にあったあるものを渡すことで毒薬を飲ませたはずだ。現場的物，刚刚不就是讲过了吗？还要再来一次啊？犯人が大神さんに渡したのってプロテインの容器？しかも毒薬の入ったプロテインの容器だ。犯人はそれを渡すことで大神に毒薬を飲ませたんだ。それこそがあいつの本当の死因だったんだよ。そういや、オーガは前から言ってたべ、プロテインは万病に効くって。だからオーガは頭に傷を負った時、その治療のためにプロテインを飲もうとして、そこで差し出されたのが毒薬が入れられたプロテインの容器だったんだ。そしてその入れ替えを行った人物の正体もすでに突き止めているぞ。マジか、誰がやったんだべ。薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は化学室にはっきりと残されていた。掉包者的证据脚印吧。これだ。化学室の棚の前に残された足跡。入れ替えをした人物を示す証拠ってあれのことだよね。今朝俺が化学室を訪れた時はあそこに足跡など存在しなかった。つまりあの足跡がつけられたのは事件前後のことだ。とすると事件に関係しているのは間違いない。しかも足跡が残されていたのは A の棚の前だった。プロテイン入りの毒薬の瓶があった棚だ。おそらく A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人が足跡を残してしまったんだろう。そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば、誰のものか割り出すのは容易だ。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。そうすればすぐに。私だよ、私だよ、その足跡。Oh my god, 超ない、真的假的。朝比奈さん。だってどうせバレちゃうなら自分の口から言った方がマシでしょ。じゃあオーガを殺したのって。うん、そうだよ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。やはり俺の睨んだ通りだったな。あの足跡はどう見てもスニーカーのものだった。そして俺たちの中でスニーカーを履いている人物といえば、スニーカー就只有苗木跟超人。これだ。え、でもさ、苗木跟桑田了、吓死谁啊。そっか。そっか。だから戸上くんはあの時、桑田都已经死了，不要突然出现一个苗木跟桑田了，吓死谁？才不是。あの足跡が苗木のものではないなら残る可能性は朝比奈っちだけ。ついでに言えば、学級裁判に入ってからの朝比奈は何やら様子がおかしかった。やけに投票を急いでいたよな。それは自分の罪を他人に押し付けるためだ。だから結論を急いでいたんだろう。我还是不能相信苗木怎么会。信じられないよ。何が信じられないと言うんだ。だって朝比奈さんと大神さんは親友同士なんだし。親友同士だからこそチャンスだったんじゃないか。親友である朝比奈から渡されたプロテインなら大神は怪しむことなく口にしたはずだ。
親友。超人那种人。朝比奈はその関係を利用したんだよ。そうすることで被害者である大神を騙し、さらには俺たちをも騙そうとしたんだ。朝比奈よ、お前にしてはなかなかえげつない方法を考えたもんだな。無法接受、不相信。朝比奈さん、本当なの？本当に大神さんを殺したの？もし本当なら、どうしてそんなことしたんだよ！娯楽室で頭を怪我してるさくらちゃんを見つけた時にね、さくらちゃんから頼まれたんだ。プロテインを持ってきてほしいって。だけど科学室にプロテインを取りに行った時、ふと思いついちゃったんだよ。今なら殺せる、そう思ったんだな。それで薬の入れ替えを行い、毒薬入りのプロテイン容器を渡したというわけか。そうしたらさくらちゃん、それを一気に飲み干して、それで待って待って、そんなの納得できないの？まさかお前まで親友を殺すはずがないとでも言うつもりか？まだわからないのか。このゲームはそんなに甘くないんだ。友情なんて甘い考えは通用しない。他人を出し抜き蹴落としてこそなんだ。他人のために自分を犠牲にする人間など存在しない。誰もが最終的には自分のことだけを考えるんだ。その女が自分のために大神を犠牲にしたようにな。だとしても納得できないわね。いつまで言っている？勘違いしないで。センチメンタリズムなんかで言ってるわけじゃない。私はただ解けない謎に納得していないだけ。それって密室トリックのこと？朝比奈さん、あなたが犯人なら説明して。あなたはどうやってあの密室を作り上げたの？それは他说不出来。そんなことどうだっていいじゃん。犯人だからって全部教えなくちゃいけないの？そういうわけじゃないけど、でもあなたが話せない理由は気になるわね。まさかお前、朝比奈は犯人ではないというつもりか？だとしたら？ありえん。薬を入れ替えている以上、犯人は間違いなく朝比奈だ。本当にそうなのかな。信じたくないって気持ちを抜きにしても、なんだか不自然に思えるんだけど。何がだ？だってさ、あんなに目立つ足跡をそのまま残しておくなんて、なんていうか、あからさますぎるような。そうね、自分から怪しんでくれと言ってるみたいね。それは緊張してたせいで足跡をつけてることに気づかなかったんだよ。気づかなかった？そうだよ。そうなんだから仕方ないじゃん。ねえ朝比奈さん、もう少し詳しく聞かせてもらえるかしら。あなたが毒薬とプロテインを入れ替えた時のこと。なんで？そんな必要ないじゃん。朝比奈さん、僕からもお願いするよ。分かったよ。勝手にしろ。朝比奈が犯人なのは明らかなんだ。他に怪しい人間もいない。朝比奈以外の真犯人などいるわけがない。朝比奈さん、始めていいわよ。科学室に行った後のことからお願い。私はまず最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。棚の前に粉末を撒き散らしたのはその時？そうだよ。棚から毒薬を取り出す時にうっかり瓶を落としちゃって。分かったわ、続けて。次に A の棚にプロテインを取りに行って、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その薬の入れ替えが終わった後は、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って化学室から出て行ったんだけど、その時プロテインを入れた毒薬の瓶をうっかり A の棚に戻しちゃったせいで、そのせいで全部バレちゃって、それで終わりだよ。ねえ朝比奈さん、今の話だとさ、君は最初に C の棚から毒薬を取り出した後、そのまま A の棚にプロテインを取りに行ったんだよね。つまり朝比奈さんは C の棚から A の棚に移動したってことになるよね。そうだけど。脚印不对。
サヒナさん、今の話をもう一度聞かせてもらえる？お奥さんだ、マコチ。やけに積極的じゃね？何度聞いても同じだ。まったく、いつまで続けるつもりだ？打算继续到什么时候？那还要问吗？那是到十年之间的事项随到十处为止。开始讨论，留在粉末上的脚印，应该是这个。私は最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。その時棚の前に粉末を撒き散らしたのね。棚から毒薬を取り出す時に瓶を落としちゃって。それでその後は C の棚から A の棚に移動して、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その入れ替えが終わった後はプロテインを入れた毒薬の瓶を A の棚に戻して、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って化学室から出て行ったんだ。これで終わりだよ。もういいだろう。いつまで続ける気だ？看一下那个暖木说的，在什么朝什么方向，在什么地方，这和刚才朝那方面的政治比较有明显的矛盾之处。私は最初にそこから毒薬、その時棚の前、棚から毒薬を取り、それでその C の棚から A の棚に移動して、それは違う。朝比奈さんは最初に C の棚に毒薬を取りに行って、そこで粉末を撒き散らしたんだよね。それがどうしたの？その後君はプロテインを取り出すために C の棚から A の棚まで移動したって言ったけどさ、でも現場に残されていた足跡は C の棚から A の棚には向かってなかったよ。これって今の朝比奈さんの言葉と矛盾してるよね。足跡を偽装するためにわざと遠回りしたんじゃねえのか？いや、それはないよ。だって朝比奈さんがさっき言ってたでしょ。因为太紧张了，所以没有注意到留下脚印的事。おい、どういうことだ、朝比奈？それは朝比奈さん、あなたは嘘をついてるわ。だってこの足跡を見る限りだと、朝比奈さんが化学室で取った行動は、粉末が撒き散らされた後に化学室にやってきて、そのまま直接 A の棚に向かった。つまりあなたは C の棚には行かず、 A の棚だけで何かをしたみたいだけど。だからそれは なんだこれは。どういうことだ、何が起きている？それに朝比奈さんの証言でおかしいのは足跡の件だけじゃないわよ。何だと？それを説明する前に、まずは新しい証拠を提出させてもらうわね。新しい証拠だと？バカな、そんなものがあるはずない。あら、その証拠をくれたのはあなたじゃない。俺が？さっき戸上君から受け取った毒薬の瓶の中にその証拠が隠されていたわ。こんな大事なものに気づかないなら致命的な見落としをしたわね。言ってみろ、そこに何があったというんだ。私が見つけたのこれよ。瓶の底の方に紛れ込んでいたわ。戸上君が粉末を飲んでくれたおかげで隠れていた破片が出てきたみたいで、おかげで謎が解けた。感謝しておく。そう、戸上君にはまだわからない。だったら内陸君、あなたが代わりに答えた。小姐、我不懂啊。僕？咦、我来。内陸、言ってみろ。その破片が何だというんだ。是他这个门前那个碎片吧？太扯了，人家。没记错的话，我打破那个好像也是浅蓝色的，真的假的啦？这个假的，为什么会跑去那边？对。娯楽室の窓ガラスの破片だよね。窓ガラスだと。僕が割った娯楽室の窓ガラスも薄水色だったし、だから間違いないと思うよ。そうね、間違いないわね。でも
間違いないからこそ変なのよ。どうして娯楽室の窓ガラスの破片なんかがこの毒薬の瓶の中に紛れ込んでいたのかしら。それの何がおかしいの。おかしいよ。だって朝比奈さんの証言によると、娱乐室玻璃窗被打破是应该在刚才曹睿同学说的是 No， 我现在很乱。不知道毒薬の瓶は科学室の A の棚に置いてきた。朝比奈さんはそう言ってたはずだよ。我快乱爆炸了それなのに、あの毒薬の瓶の中に娯楽室の窓ガラスの破片が入ってたってことは、朝日奈っちの証言は嘘ってことか。本当は毒薬の瓶は娯楽室にあったんだよ。少なくとも娯楽室の窓ガラスが割れるまで、つまり密室が破られた時まではね。そうでないとあの瓶の中に窓ガラスの破片が入っていたことの説明がつかないよ。そしてそれは密室が破られた後で科学室の棚に戻され、逆に現場に落ちていたプロテインの容器、あれが娯楽室に持ち込まれたのは、おそらく密室が破られた後の、つまり大神さんが死んだ後だったはずよ。待て、話が飛躍しすぎだ。確かに毒薬の瓶は密室時の娯楽室にあったのかもしれん。だがプロテインの容器が持ち込まれたのが密室が破られた後だとは言い切れないはずだ。それに大神が毒を飲んだのは毒が入ったプロテインの容器を渡されたからだろう。プロテインの容器が現場になかったとすると大神はどうして毒を飲んだんだ。そうね、その説明もしておかないとね。だけどその前にみんなに一つ確認しておきたいことがあるんだけど。確認って？そのプロテインの容器に関してなんだけど、大神さんの死体を発見した後、誰かあれを蹴飛ばしたりしなかった？何の話だ、誘導尋問か。いいから答えて。不可能、不可能。身に覚えがないな。僕もやってないよ。最少拿完了。俺じゃねえぞ。同じく。私も蹴飛ばしてないけど。そう、これで分かったわ。やっぱりあのプロテインの容器が持ち込まれたのは密室が破られた後だったのよ。いい加減にしろ。なぜ言い切れる。俺に分からんこと。なぜ言い切れる。我是这样讲的吧。说的这么肯定一定是有确切的根据，说明蛋白粉容器是在密室破坏被破坏后才带进娱乐室的根据。开始讨论。地空的蛋白是蛋白粉容器这个吗？間違いないわ。あのプロテインの容器は密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたのか。いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。等一下，我好乱。等一下，密室被破坏时，换句话就是打破窗。那你思考的话，等一下，プロテイン密室が破られるまでは娯楽室にはな。じゃああの容器密室が破られた後に持ち込まれたんか。いや、そんなはずだ。ずっとこら、もちろん密室が破られる前からな。从密室被破坏前就存在着。两个黄点都是同样的姿势，我一定是打出生的。間違いないわ。あのプロテインの容器は密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの密室が破られた後にも。いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあ、もちろん密室が破られる前からな。あ、打到了、打到了。それは違う。現場に落ちてた容器の周りにガラスの破片が散らばってたのは知ってるよね。お前が割った窓ガラスの破片だったな。それがどうした。あの破片が散らばってたのはプロテインの容器の周りだけじゃなかったんだ。あの破片は容器の下にも散らばってたんだよ。なんだと。ガラスの破片が容器の下にあるってことはさ、
プロテインの容器が置かれたのは窓ガラスが割られた後ってことになるよね。つまり密室が破られた後ってことだよ。そうか、そういうことか。さっきキリギリがあの容器を蹴飛ばした者がいないかと聞いていたのは、破片の上にあったのは誰かが容器を蹴飛ばしただけかもしれない。そっか、その可能性を前もって潰しておくための質問だったのね。おかげではっきりしたでしょ。密室時の娯楽室にあったのは毒薬の瓶だけ。プロテインの容器はあの部屋にはなかったのよ。だけどそれらは密室が破られた後に入れ替えられ、その件プロテインの容器が娯楽室に置かれ、毒薬の瓶が化学室に置かれることになったのよ。だとすると大神が毒を口にしたのはなぜだ。毒の入ったプロテインの容器を受け取ったからこそあいつは毒を飲んだんじゃないのか。そうじゃなかったんだよ。きっと大神さんは毒薬の瓶から直接毒を口にしてしまったんだ。密室時の現場にあったのが毒薬の瓶だけとなると、それ以外の可能性は考えられないわね。では大神は毒と知りつつその毒を飲んだということか。そんな馬鹿げた話が。あっても、それが話してみろ。いや、話してくれ。まず最初にはっきりさせておかなければならないのは、密室時の娯楽室にあった毒薬の瓶、それを化学室の棚から持ち出した人物についてよ。朝日ナッチが持ち出してオーガに渡したんだろ。苗木君はどう思う。从化学教室带走毒药并带进娱乐室的人是大神。これだ。僕は大神さん自身だと思う。殺されたオーガチンが自分で毒薬を持ち出したってこと。何言ってんの、そんなわけないじゃん。いいえ、大神さんが化学室に行っているのは確かよ。しかも毒薬のある C の棚にね。嘘だよ、そんなの嘘だよ。なんでそんな嘘言うのさ。これは謊言だ。的确去过 C 柜，我的同学把根据告诉我，而且将这告诉曹源同学，希望他也能够明白。然后，不是吧？第三次认真。そんなの嘘だよ。何言ってんの？違う、違うもん。あ、そう、終わりにしてよ。そんなの嘘だよ。さくらちゃんが毒薬を、これで証明するよ。不要再来第四次了、拜托。这个很透精神。朝比奈さん、大神さんの足の甲に黄色い粉末が付着してたのは知ってる？足？この黄色い粉末だよ。確か化学室の棚の前に撒き散らされていたのも黄色い粉末だったよね。つまり大神さんの足の甲に付着してたのはあの化学室の粉末だと考えられるんだ。あ、でもどうして化学室の粉末なんかが大神の足に。しかも足の甲って。あの粉末が撒き散らされた時大神さんがその場に立ってたからなんじゃないかな。つまり大神さんこそがC の棚で粉末を撒き散らした張本人なんじゃないかな。大神さんがあの瓶を落とした時、彼女は粉末が撒かれた方向の反対側に立っていた。だから直撃は避けられたけど、でもその際に舞った粉末が彼女の足の甲に付着しちゃったんじゃないかな。
そう考えられるはずだよね。じゃあなぜ大神さんは C の棚に行っていたのか。毒薬を取り出す以外には考えられないわね。だってあの棚にはそれしかないんだから。違うよ、私だよ。私があの毒薬を。だって犯人は私だもん。違う、君は犯人なんかじゃない。天哪，突然间有一种很难过的感觉。南姐的意识之谜从现在的状况推出出入，你觉得凶手只会是那个人？现在才出现这个。これが僕の答えだ。自杀的。大神さんを殺したのは大神さん自身だったんだよ。なんだと？大神自身が犯人だと。つまり自殺ってことか？信じらんない。I can fly する以上に信じらんない。確かに信じられない。信じたくないけど、でもそう考えると全ての辻褄が合うんだよ。大神さん自身が毒薬を取りに行き、そしてその瓶から毒薬を口にしたのは自らの命を絶つためだったから。そして解けない密室の謎、あれは解けなくて当たり前だったんだよ。これだ。あの密室は部屋の中にいた大神さん自身によって作られたものだったんだ。きっと彼女は邪魔が入るのを防ぐためにあの密室を作ったのよ。大神さんはその密室に持ち込んだ毒薬を飲み、そこで息絶えた。そしてその毒薬の瓶は密室が破られるまでは娯楽室に転がっていたけど、密室が破られた後ある人物によって娯楽室から持ち出されてしまった。朝日奈さん、あなたね。すべては捜査の隠らのため。そうなんでしょ。大神さんの死体を見つけた時、あなたはドアの入り口付近に立ち尽くしたままだ。その理由はあなたはすでに大神さんの死を知っていたから。そしてその入り口付近に毒薬の瓶が転がっていたから。朝比奈さんが毒薬の瓶を拾ったのはあの時だったんだよね。死体を発見して驚いている僕と、死体の反応を確かめていたキリギリさんの目を盗んで。それに今思えばその後の朝比奈さんの行動も何かおかしかったわ。で、去叫也去叫大家开心。常任同学两两声声的离开了，一个是。あなたはみんなを呼びに行くと言っていたけど、本当は容器の入れ替えを行うために科学室に行くのが目的だったんじゃないの？そして科学室に行ったあなたはすぐにプロテインが保管されている A の棚に向かった。そこで娯楽室から持ち出した空の毒薬の瓶にプロテインの中身を移し替えると、空のプロテインの容器だけを持って科学室を後にした。そう考えればあの足跡の辻褄も合うはずよ。その後急いでみんなを集め、そして娯楽室に戻ってきた朝比奈さんは、みんなの視線が大神さんの死体に向けられている隙にプロテインの容器をこっそり現場に落としたんだよ。あの時気づくべきだったのかも。本来の朝比奈さんなら誰よりも真っ先に大神さんの死体に駆け寄るはず。本来の朝比奈さんならあの状況で大神さんの死体から離れるわけがないんだ。大神さんは自殺だ。朝比奈さんはその事実を隠すために一連の偽装工作を行っていたのよ。死の真相が隠せるなら自分が疑われても構わない。あなたはそう思っていたはずよ。だからこそあれらの証拠をあえて現場に残したままにしたんでしょ。粉末に残った足跡や入れ替えた後の毒薬の瓶、それらの重要な証拠をね。朝日奈は自分が犯人と見せかけるために偽装工作をしていたというのか。
違う。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 違うよ。私が殺したんだ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。アサヒナさん、もういいんだ。もう終わったんだ。違う。終わってなんかない。終わってないっすわ。終わったんだよ。いや、終わらせなきゃダメだ。終わらせなきゃダメなんだよ。哦，出来了，终于来了，这一个。好，先看一下这个剧情哈。Egg One 虽然是放纸条，然后这是三个人嘛，然后釜川来了，然后这是他偷从应该是这边应该是进储物柜那边，然后大神来了，电影来了，他给他糖果，然后他中了后面的瓶子，给他敲下去，然后。他对书应该是做了那个假的一页，再来他看了书，然后把那个书放回去，这样不知道干嘛。然后大神醒来了，转过头看到，然后变成屠降者，屠杀者不屠降者，然后他就拿瓶子砸了他，赶快收东西。你觉得这个动画有点好笑。然后他醒来了，然后这边不知道是什么，应该是喝毒了吧。然后这边是来了，我们看到那个然后打破这个，这也是草人来，然后看到那个毒药瓶，应该是捡起来，然后把人叫过来，这边有一个或什么。好，来再来是看这个答案部分，这是杂志放反，这是瓶子，这个是拿出那个蛋白粉容器的那个动作吧，这个是拿糖果。这个是毒药的那个吧，就打破放纸条，这不就一样这个吗？然后这个是拿毒药，然后这个是死神，一看就是放这里的。然后这个 what the fuck， 这两个太靠近了吧。这写一些死亡信息，这个是躲在某个地方，我猜这个是进去了，然后再来黑白双瓶有这伪装，这个是放这个，然后有这我怎么知道，这个吧，然后他逃跑戴那之后出来被浦川同学放回去柜子上，然后他吓到，屠杀者想殴打大圣同学时，他黑白熊瓶有色这个，然后他收拾完跑掉，然后为什么？致死的原因就是从化学教室中拿来的这一个吗？我先确定一下有没有别的这个。哎，应该是这个才对。然后附近的东西被某人带走了，这个才是带走吧？这个。然后，哎，等一下，我还没有放，好期待的。これが事件の全貌だよ。应该是对的吧？放子。今回の事件は、大神さんがある人物たちを娯楽室に呼び出したところから始まったんだ。呼び出されたのは葉隠君、深川さん、戸上君の3人。呼び出された3人のうち最初に娯楽室に向かったのは深川さんだった。深川さんは一足先に娯楽室に行き、ある場所に身を潜めたんだ。娯楽室のロッカー、深川さんはその中に隠れたんだよ。そして大神さんが娯楽室に入るところをロッカーの中から見てたんだ。次に娯楽室にやってきたのは葉隠れ君だった。そこで大神さんに殺されると勘違いした葉隠れ君は取り乱してしまい、思わず娯楽室にあったモノクマボトルで大神さんを殴りつけてしまったんだ。大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠君は
慌てて偽装工作に取り掛かった。テーブルの上にあった雑誌に大神さんのダイイングメッセージとしてある人物の名前を書いたんだ。深川、つまり深川さんの名前を書くことで彼女に罪をなすりつけようとしたんだよ。だけど当の深川さんはその様子を見てたんだよ。隠れてたロッカーの中からね。深川さんはすぐにロッカーから飛び出し捏造された雑誌を棚に隠した。だけど彼女はそこでミスを犯してしまったんだ。そのミスっていうのは、彼女は雑誌を棚に戻す際上下逆さまの状態で戻してしまったんだよ。その直後目を覚ました大神さんを目の当たりにした深川さんは、大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。それによって彼女はジェノサイダーショーへと人格交代したんだけど、そこで目を覚ました彼女も血まみれの大神さんを見てやっぱり取り乱してしまった。うわー、超死に。そして葉隠れ君と同じように手にしたモノクマボトルで大神さんを殴打したんだ。これが大神さんの頭部に2つの傷があった理由なんだよ。大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かった。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片とクイーンのモノクマフィギュアを処分することでね。こうして大神さんは同じ凶器で2回も殴打されることになったわけだけど、でもその2回の殴打の後でも彼女はまだ生きていたんだ。じゃあ大神さんの本当の死因は何だったのか。それは大神さん自身が科学室から持ってきた毒薬だったんだ。彼女は娯楽室を密室にし誰も入れない状態にした上で毒薬を飲み生き絶えたんだ。そしてその死体を僕らが発見した。死体を発見した僕らはドアの窓ガラスを割ることで密室を破ったんだ。でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物がいたんだよ。その人物は娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いたんだ。そうすることで僕らの疑いを自分自身に向けさせようとしたんだよ。今回の学級裁判も間違った結論に導くためにね。そして、そんな偽装工作を行った人物こそ、朝比奈さん、君なんだ。これが今回の事件の真実だよ。大神さんは自ら命を絶ったんだ。朝比奈さんはその事実を隠すために自分が犯人だなんて言ってたんだよね。それが真実だと。だが苗木、どうしてお前が、どうしてお前ごときがそこにたどり着けたんだ。俺がたどり着けなかった真実に。いや、それはまだわからないの。人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。だからこそ人間は難しい。あなたはそれを理解していなかった。だから真実にたどり着けなかったのよ。ね、言ったでしょ。人の感情というものを軽んじていると、いつか足元を救われる。結束了。有全部有吗？耶，全部有呢。120多个，好多啊！终于结束了。こらこら、これで落ちがつきましたみたいなムードになってるけどさ、お前だったら忘れてない？まだ投票タイムが終わってないよ。ああ、そうだったわね。
本当に忘れてたの？ペットのうん、テンション下がるな。でもさ、こういうのってお決まりだからさ、一応やっとかないといけないんだよね。いや、面倒かもしれませんけど、お手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるのは誰なんでしょうね。その答えは正解なのか不正解なのか、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。モノクマボート。そうそう、モノクマのなんか投資。大神，你怎么自杀了？超级正确答案，没错，杀了大神鹰的人正是大神鹰自己。僕の存在で。这样啊，这就是真相啊。可是我还有不明白的地方。曹奈，你为什么要隐瞒大神之音呢？如果继续隐瞒下去，你或许会被处刑的。どういうことだ？明知如此，你为什么要做这种事情？对吧？一个不好，大家都会死哎。何？可是，但就是我的目的啊。咦？因为阿英之所以会死，都是因为被大家逼的，是大家逼杀死他的，所以。死ねばいいだよ。只能只有他一个人死。你该不会是为了带我们陪葬吧？哇塞，要赎罪才行。是我和大家杀了他的，所以大家都该赎罪。真的假的？怎么会这样？要是你不懂的话，我可以告诉你，阿英他是抱着多大的绝望而死。看看这一个。我对这一切感到绝望，对丑恶的纷争感到绝望，与其就这样等着被杀，不如我亲手结束这一切。这是掉在娱乐室前面被我发现的，是遗书啊，阿英的大神同学的遗书。现在想想之前就有征兆了。就在我被屠杀者袭击后不久，知道我被袭击似的阿英生气的从保健室飞奔出去之后，为了追上阿英，我也马上从保健室跑出去。阿英冷静了，没事的，怎么有办法冷静？我受伤没关系，因为一切都是我的责任。可是因为我连曹奈受伤，因为我为了帮我说话，让曹奈受伤这种事，阿英，都是因为我让伙伴彼此自相残杀，一切都是我的责任。阿英他因为责任感把一切都怪罪在自己身上，所以他一定是希望获得大家的原谅，才会把那三个人叫出来。你把那三个人叫出来，最好别这么做，绝对会很危险的。没事，只是谈什么？你也真的比较好，要是被那三个人袭击，就算是阿英也吵闹呀。别让你误会了，他们不是敌人，那几个家伙可是伙伴呢。阿英，天哪，我鸡皮疙瘩飞起来了。阿英他一定相信着，他是真心相信着大家，认为只要好好说就会被理解，因为大家都是伙伴。没想到结果却是这样。你们这些人糟蹋了阿英的心意，而且是用最糟的方式。那是意外啊，别用意外一字轻松带过。他那么相信你们，却连话都不愿意听他说，不由分说的打算杀了他。阿英他对这样的大家感到绝望了，这就是这封遗书的意思。与其这样等着被杀掉，还不如干脆是你们把阿英逼到这个地步。不对吧？好像很怪怪的。阿英你怎么知道这种怎么回事？曹露奈，你来了。等等，我马上帮你包扎。曹露奈呀，咦？我很开心在这里认识了你。怎么了，阿英？你怎么突然说这个？我想拜托你一件事，拜托我。プロテインを。我那蛋白粉，可以吗？我知道了，你等我马上来。那就是我和阿英最后的谈话。为了让拿他要的蛋白粉，我一到化学教室就看到柜子前散落的粉末，那是我察觉的。阿英他从毒药柜里拿走了什么？我急忙回到娱乐室，可是这时已经……阿英，开门，把门打开呀！为什么阿英非死不可？即使是阿英，也有弱点，也是个普通人，受伤时不到会流血，也会痛。
就是这么如此普通的柔弱的人啊，可是你们却どうして你们一起责备他，替他说话的我受了伤的缘故，又让他感到责任更重大，而且我都没能察觉曹奈同学是我们联手杀了阿英的，是我们逼迫他杀的，这样的我们能有资格活着，所以你才想带我们陪葬，故意让我们在班级审判时做出错误的回答，在这对大家的怨恨而死，为了让这样的阿英可以瞑目，可是连这都被看穿了，结果我什么都没能为他做，我已经没脸去见阿英。你也不好意思在正打感人的时候打。太长了，太长了，太长了，这样会让人想睡觉的，真的太长了。是说大三的同学死时在想什么？团员同学，你真的明白吗？什么意思？因为从刚才的话听起来，大部分都是你自己解释的。团员同学基于那封遗书做出的解释。我当然明白，因为我是爱因斯坦，所以说我想表达的是，你作为基础的东西是错了吧？真正的其实是这个。どういうこと？这是什么呗？还要问吗？遗书啊，大三同学的那有遗书，大三英。遗书，可是遗书不是已经在曹睿同学那封是我写的，你故意写的吧？另一方面，这是放在曹睿同学的房间里的，这是大成同学给曹睿同学的吧？那我被你骗了吗？你要说什么骗吗？我只是想炒个气氛而已。这家伙，气是说我写的涂鸦，曹睿同学不要要误会，也是你自己不好。明明上面就没有大成同学的署名，你太卑鄙了，一点也不卑鄙啊！我什么都没做吧？难道你要说我捏造证据吗？还是介入误导了班级审判的方向？就是啊，事件是在你们发生在你们之间，只有你们几个在那边彼此搅和而已。就算那封遗书引起的结果还是只发生在你们之间的事，所以没问题的，这只是演出的一部分，嘻嘻。それで，那么那封真正的遗书上面写着什么？しょうがないな。就让我们美声之欲的我来代表人读一下吧。对了，说到遗书，你们不觉得奇怪吗？在自杀的时候留下遗书这种做法，到底是哪里的谁提议的？没得哦。不过很遗憾的，那家伙一定也早已了解自己的心意了吧？臭不，没办法去问。也就是说，真相被埋藏在黑暗之中了，真可怕，我都发抖了。能不能请你快一点？是，那我开始读了。给我的好友曹柔奈，有一件事我一定得告诉你。用这种形式传达亦非我愿，但仍望你知悉，这是我最后的愿望。知っての通り、我は黒幕の内通者だ。幕后黑手来找我是在这奇妙校园生活开始第一天晚上的事。黒幕は、我が一族の道場を人質に取ることで、我に手先となるよう命じてきたのだ。或许你会觉得不过是个道场，但那是我族人三百年来一心守护。我の代で。滅ぼすわけにはいかぬ。だから、我の命に変えてでも守らなければならぬ。そう思っていた。可是这样的想法正是我的弱点，因为这样我犯下不得不听命于幕后黑手的错误。そして、黒幕が我に命じたのは、殺人を犯せ。という命令だ。幕后黑手担心的应该是万一没有发生杀人事件，事态就稳定下来了。不过幕后黑手和我都没料想到，在我动手之前就发生了五元杀影像的事情。也因为这样，计划改变了。幕后黑手命令我等待，直到情势再次陷入焦灼的危机。だがそこで、お主たちと生活を続けていくうちに、朝日奈と生活を続けていくうちに。我の決意は揺らいでいった。大家都在拼命的战斗，看见大家死命想活下来的样子，我发现了自己内心的软弱，屈服于幕后黑手的软弱，还有更重要的。我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。我开始这么想，所以大家同学才会。我は決めたのだ。もう引かぬ、もう媚びぬ、もう顧みぬと。我は決心したのだ。お前と戦うと。天哪！可是因为这样秘密被我揭穿，落得被大家讨厌的下场。明明是为了大家而下的决断，却被大家讨厌。真是讽刺啊！好讽刺啊！除了讽刺，什么都不是呢。真的是蛮讽刺的啊！だが、皆が我を恨むのも当然だ。すべては。
我の弱さが招いた結果なのだからな。所以这对于针对我的攻击，我也全部都心甘情愿接受。それが、お主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし。可是我太天真了，这不是我一个人背黑锅就能解决的问题。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。我的背叛带来的疑心生暗鬼，会发展成彼此四相残杀的后果。幕后黑手早就料到了。だが、それもすべては我の責任。我有义务收拾这样的事态。为了尽这义务，我决定接受幕后黑手的命令。幕后黑手叫我放下杀人罪的命令。ただし、我が殺すのは我自身だ。如果幕后黑手要我杀了谁，就杀我自己。如此一来，被挟持的道场也能得救。最重要的，你们也可以不用自相残杀了。只要我一死，斗争的火种就会熄灭。为此，我愿牺牲自己的性命。お主たちにはその価値がある。不行啊，我的弟弟跟他一直在一起。我的命をかける意味がある。停不下来啊。お主たちがどう思おうと。我の大事な仲間に他ならないのだからな。对我来说，这是第一次拥有伙伴。え？那么阿英她不是因为大家苦苦相逼，所以才怨恨大家，そんな而是为了阻止大家相争，为了保护大家，她自己选择，她选择自己了解性命，不是因为她软弱，而是相反，她是坚强的，太坚强了，因此选择了断自己的性命。她是为了保护我们才选择自己选择死。就自我牺牲到这种地步，不是一般人办得到的。但是他的坚强却让他办到了。朝日奈よ、最後に謝らせてくれ。之所以什么都没告诉你，是因为只要告诉你，你会阻止我。真的很抱歉，不过请你不要伤心。只要能够阻止幕后黑手的企图，阻止你们自相残杀，这是就是我真心期盼的。这是我选择的道路，也是我做了断的方式。只要有这封遗书，我的班级审判一定马上就结束了。曹若奈啊，让你站在这样的立场，真的很抱歉。但之后的事就拜托你了。你这王八蛋黑白熊就是你。我现在要去见师生浦川和夜影了。虽然不会将求死之心告诉他们，但我想将自己的想法传达。剩下的不是用言语，唯有用行动证明了。如此一来，他们一定也会察觉到才行。我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな、朝日奈よ。お主は何としてでも生き延びてくれ。仲間と共に生き延びるんだ。必ず生き延びるんだ。快受不了了，这个鸡皮疙瘩！怎么会这样？我完全没有发现阿英是这样的心情，还自以为是他的好朋友。对呀、啊，真的是多管闲事。大川同学明明是为了阻止智障残杀才死的，但结果却因为你又智障残杀，就你呀、啊，你在那边，你偷走他的遗书，然后你还放一个假遗书上去，谁会不会误会啊？不过你的辅导的同学算是白死了，而且因为你的无谓的多管闲事，害大家生命都差点有危险。快接受责备吧，接受大家责备吧，这是当然的，你做的事就该接受这样的下场。下一个牺牲者也决定了呢，你在说什么？没有人会责备的。好，哎呦，话说回来，都是假造遗书的，欺骗曹文奈同学的你不好。再说，大川同学也没办法白死。应该大川同学是为了我们。为了不让我们彼此憎恨，互相为敌，为了让我们成为该彼此相助的伙伴。そうだね。是啊，没错呗。都是因为我们擅自误会和憎恨巨魔，事件才变成今天这样。そうだ。谁都不会责备的呗，谁都不会责备超耐仔的。你这个点感觉很像是你有那个意思哈。一开始就和那件什么的无关，因为我们应该战斗对象就只有你。什么啊？为什么会变成这样？意外。不应该是不。不是这样的吧？这智商残杀的校园生活是你们彼此的竞争吧？你们的敌人是彼此啊！
没错，正如黑白熊所说。哦，神神同学，你懂我吗？这本来是就是让我们互相残杀，只有胜者能生存，赌上性命的竞争游戏。确实是这样，没有错。正因为如此，我决定要退出这次游戏。啊？咦？当然的。乔奈和大神宁可牺牲自己，也要否定这游戏，因为这样的行动让大家都不再对这游戏感到恐惧。何度も言わせるな。失去紧张感的游戏就没有什么参加的意义。所以我决定退出游戏。何度？这是什么意思？既然如此，我剩下的期待就只有一个。決まりだ。就是让企图操控大爷我的Orisama吗？的不红黑手常常严厉处置的滋味。师生，你该不会别搞错了，这可不是在那种天真的情感主义驱使下做出的行动，你这是傲娇吗？我也要追随白夜大人，因为不红黑手说不定是个很萌的男生呢。大家呢？如何？这样你还能说大神是白死的吗？哼，无聊，不过没关系，反正我还有例行的娱乐时间。どういうことだべ？好了，把没用的那件忘记像平常一样开始吧。久等的体罚时间。可是凶手巨魔已经死了，不会吧？違うよ。不，总不能因为凶手已经死了就把别的学生代替接受处罚。我可是比一般的熊还要重视规定这种东西的呢。不过啊，不用白不用不是吗？难道都准备了特别的处罚了？所以特别为大家准备了特别来宾哦，特别来宾。張り切っていきましょう。这是什么 ？What the no？ Oh my god！ 完蛋了，アウトエコ要拜拜了。アウトエコ要拜拜了。我原本还以为这一次不会有处罚了呢，结果，好，拜拜。这个鼻尖好讨厌。Dozer Master， 怪手达人。啊，没了！啊不！我的天哪、啊，这个鼻尖最好是有这么多碎片可以砸出来的。哇！我了！哦不，它变成一颗球了。我的天哪、啊，这已经死到不能再死了。还加上这种标志，好讨厌啊！哇、哦，这一个不见了，这怎么会这样？好啦，不管了，我今天已经开超过两个小时了，今天呢直播到这里结束，那下个星期我们应该就会开始新的一章了，不知道，因为看到这样的话。有要合作的意思，就好像有点焦灼状态了，不知道黑幕后手会做出什么事情。我还蛮期待的下个星期。那如果有喜欢直播的话，然后你记得要点一下下面的订阅，然后要打开小铃铛，那你才收到直播通知。那我们下次再见，拜拜。